はい、どうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。はい、今回ね、また久しぶりにね、日本で起こりました不可解な事件をお話しするんですけど、これはね、もう完全に狂ってるとしか言いようのないような事件。1988年の3月18日に起こった名古屋妊婦切り裂き殺人事件の話です。これね、私がまだ学生の頃に起こった事件なんですが、被害者っていうのは、守屋光子さん、当時27歳で、彼女は臨月を迎えた妊婦さんだったんです。で、当時ね、守屋さんの夫は妊婦である奥さんを気遣ってね、毎日定期的に自宅に連絡を入れていたんだそうです。で、その日もね、お昼頃に自宅に電話をして、で、奥さんと何気ない会話をしたと。特にね、何か変な感じはなかったそうです。そして仕事を終えて旦那さんが家へ戻ったところ玄関の鍵が開いていたと。で、開けてみたら家の中は電気とかが全くついてない状態。まあ当然ね、違和感を感じます。そして家の中へ入って、もう どっかへちょっと出かけたのかなぐらいに思って、で、部屋に行って着替えをしていたところ、かすかな赤ん坊の泣くような声が聞こえたんだそうです。で、驚いて声のする方向へ駆け上がった旦那さんは、そこでおぞましい光景を目にすることになります。なんとね、辺りは一面血の海で、首にはこたつのコードが巻かれて、お腹を切り裂かれた奥さんが横たわっており、その足元で赤ん坊が泣いていたんだそうです。旦那さんは急いでね、救急車を呼ぶために電話しようと思ったんですが、電話がないんですよ。あるはずの電話が。なので、急いで外に出て付近の住人のところに行って、で、電話を借りて救急車を要請しました。で、赤ん坊は切り傷があったが貧血状態だったものの、発見が早かったため奇跡的に一命を取り留めました。でも奥さんの方は残念ながらすでにね、亡くなっていたんだそうです。で、この事件はあまりにも悲惨な状況で猟奇的であったため、当時日本中で話題となったそうです。これまでを簡単にまとめると、臨月の奥さんのお腹は真っ二つに切り裂かれていた。で、赤ん坊はそのお腹から取り出され、へその緒がついた状態で足元に放置されていた。で、奥さんは両手を縛られ、首にはこたつのコードが巻かれていた。切り裂かれたお腹の中には、なんとね、なかった電話機がお腹の中に入れられていたんだそうです。あとね、ミッキーマウスのキーホルダーも押し込まれていたそうです。で、死亡原因は首を絞められたことによる窒息死。死亡後におそらくお腹を切り開いて赤ちゃんを取り出した。そして電話機とかキーホルダーをまたお腹に入れたという。ここまでのね、話を聞いて皆さんどうですか？本当信じられないですよね。まさに猟奇的。おそらくね、犯人は殺人衝動を持っていたんでしょうね。もしかすると過去にも殺人を犯してるかもしれないし、今回ターゲットの守屋さんの奥さんは妊婦っていうことで、まあ選ばれたんだと思います。また妊婦を殺したことがないから殺してみたかったとか、殺して中の赤ちゃんがどうなってるのか見てみたかったとか、自分で取り出してみたかったとか、そんな異常な衝動に駆られたんじゃないでしょうかね。個人的な恨みとかっていうよりも、興味とか殺人っていう行為を楽しんでいるようにさえ見えないですか。言い方悪いですが、本当にイカれてるとしか思えない。しかも赤ん坊は放置だし、取り出した後電話機とミッキーマウスのキーホルダーをお腹に入れるなんて考えられないですよね。事件当時、現場の近くに住む住民や近所に住む小学生が30代くらいの不審な男を目撃したことが分かっていますが、犯人の特定には至らず、まあ現在はもう時効が成立されてます。これ犯人の年齢はなんとなくね、私ね、想像つきましたね。おそらく20から30代っていう若い年齢だろうなって思ったんですよ。
その理由としては、赤ちゃんの入っているお腹の中を見てみたかったとか、お腹の赤ちゃんを見たかったとか、取り出したかったとか、普通思ったとしても、ある程度年齢いった人だったら興味持ってもそれを実践しようとは思わないじゃないですか、常識的にね。うん、まともだったら理性があってそうさせないし、心ではたとえ思ったとしても行動には移さない。それを思ったことをやっちゃうところが若さゆえっていうか、興味を興味だけで抑えておけなかったところが若い年代だろうなと思ったんですよ。だから若い年齢で、で男性で、で結婚経験とか子供ができたことがない人物で、普段は内向的で人とあんまり接点を持たない、話するのがあんまり得意じゃないような、まあ、人間じゃないかなって私はね推測してました。今で言うところのコミュ障みたいな感じ。普段から会話好きな人とかだったら、ちょっとした疑問とかあってもその場で誰かに聞いたりするから、そんなに苦にもならないし、ある程度人から聞いた情報でこと足りるんで、そんなこととかしないと思うんですよ。多分この人は妊婦さんのお腹とか見えるたびに、あの中身どうなってるんだろうなとか、しょっちゅう考えてたんじゃないかな。で、当時はネット環境とかもなかっただろうし、調べるにしても本とか見るしかないし、ましてお腹の中の赤ちゃんの様子とかの写真って、そうそう目にすることなかったと思う。で、疑問がどん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 膨らんで我慢できなくなったのかな。ただお腹の中に電話機とミッキーマウスのキーホルダーを入れていたっていうのが気になるところ、ここだけを取り上げるともう病的だよね。殺人を楽しんでて、取り出した赤ん坊の代わりに代わりの詰め物を入れたみたいな、そんな感じでその辺にあったものを詰め込んだような感じがあるんで、殺人に対して躊躇はないような危ない人間なのかな。でもよく赤ん坊は無事だったなと思います。そこだけは唯一まあ幸運だったかな。その赤ん坊が現在どう成長したかって気になるところですが、その後この家族はね、海外に移り住んでるそうです。まあ気持ちはわかるよね。マスコミにずっと、まあ、追い回されたりもしただろうし、何よりもね、自分の奥さんが殺されたところに住みたくないし、その悲惨な出来事を忘れたい。日本にすら痛くなくなる気持ちになってもおかしくないと思う。でも犯人が今も捕まらずにのうのうと生きてるって思うと腹立たしいし、罪の報いを受けるべきだと思いますね。おそらく犯人は現在は 5,60 代ぐらいだと思う。まあ病気とかってない限り、あと事故とかない限りは生きて普通に暮らしてんのかな。なんか腹立ちますよね。